家庭区は中華人民共和国上海市に位置するし、かつく。家庭区は上海市西北部に位置し、西はチャンスー省小山市に、南は五省港を隔てて、貧港区、超安市区、西北に、北はチャンスー省大宗市に、東は宝山区、田区に接する。新大は海警群老県に属し、随唐大は蘇州魂山形に属した。 1218年表、甲府魂山形東部が分割されることとなり、元号より、家庭圏と命名された。現代になると1295年に、家庭州に昇格したが、1369年に、明朝により、家庭圏に戻された。1958年に、チャンス省から、上海市の管轄に改変され、1992年10月11日に、 死活区に昇格し、現在に至る。別称の城は東大に、城が設置されていたことによる。新書には、家庭城は新軍に降伏せず、三度にわたって抵抗。太平天国後期に、太平軍が三度にわたって占領した。下部に三街道と七地に及び二区を管轄する。米国のゼネラルモーターズ、ドイツのフォルクスワーゲン。 日本のトヨタ自動車が自動車組み立て工場を進出しており自動車産業が盛んである。2004年より開催されている F1 の中国グランプリが行われる上海インターナショナルサーキットの家庭区に所在している。ありがとうございます。